で次ちゃんと LINE アットで YouTube 見せてるって話があります YouTube ねで YouTube は最初はもう顔出しできなくても音声だけでもいいのでやってった方がいいかなと思いますねそろそろで YouTube は LINE アットの配信だけでも売れるんですけど YouTube 使った方がもっと売れるって話なんですよで LINE アットの配信ってもう結局文章に始まり文章に終わるなんですようん情報量がやっぱり脳に与える刺激っていうのが音声とか でボディーランゲージとかその視覚的聴覚的情報量っていうのがやっぱ少ないですもう画像で送るとかまあ確かに LINE アウトでも動画送れるけど5分以上の動画って送れなかったりするんですねだから YouTube で、えー、配信をしてあげる LINE アウトに YouTube えー、そうね YouTubeYouTube YouTube を LINE アウトに流すですね YouTube を LINE アットに流すで、えー、ここに書いてありますね2つ目ブログホーム投稿もしくは YouTube を見させて、えー、自分に触れる時間を多くさせるこれがすごい重要なんですね、うん でよくあるのが「ブログと YouTube どっちがいいんですか?」って質問とかあるんですけどこれ結論言うとでかっていうと今のです、ね、人たちっていうのはあの文字は読むけど動画は見ないよって人もいれば動画は、えー、文字は読むけど動画は見ないよって人もいるんですね。 でこれは、ね、世代の話なんで、まあ、YouTube すごいよ好きな人とかあと昔からねあの活字離れしなかった世代の人とかは、まあ、文章はまあ読むとだけど動画は見ないよあんま見ないなって人もいれば逆にもう活字離れしてる世代とか文字は読まないとだけど動画めっちゃ見るんだよねって人もいるわけです、まあ、当然両方見るよねって人もいるんですね両方見るよねって人もいるからだから結論 <laughs> ブログと動画は YouTube は交互に見せてった方がいいっていうのが一番いいですね交互に。だ僕とかも最近 YouTube ばっかり見せてるのはちょっとなかなかブログ書く時間が追いつかないからってことなんですけど僕もたまにやっぱブログがっつり書いて配信したりしてるんですよブログがっつり書いて配信したりとかね。 で例えば僕とかだったらあのブログはねこういったアメーバブログとかでね書いているわけですけどもあのなんていうんですかねちなみに僕のアメブロ見たことあるよって人どれぐらいいらっしゃいますあ結構多いですねはいありがとうございます僕もこういうのをですね、まあ、定期的にこうやってブログ上げてるわけですね やっぱりですねいつもこの人の動画を見てる例えば僕だったら修二さんの動画を見てるであの修二さんが今日は珍しくブログを書いてるとを読んでみるでブログで書いてる人で逆にブログをその人僕のブログを初めて見たって人はこの人はどんな人なんだろうって言って逆に動画を見てみたいなっていう心理が働くんですねなので、まあ、結論両方交互にやっていった方がまあいいです、まあ、これは結局自分のファンになってもらうためなんですよファンになってもらうためね でちなみに特徴あります。えっとねブログブログと YouTube それぞれにおいて特徴っていうのがあるんですよブログと YouTube でこれぜひちょっと覚えて,てこれはちょっと上級編の話なんですけどブログっていうのは基本的にあれなんですよねいわゆる教育力教育力は まあ、いわゆる教育力っていうか、まあ、その自分をファンになってもらう、いわゆる洗脳力ですね。洗脳力、教育力は動画ほど強くはないんですよ。教育力はそこまで強くはないんですけど、長期記憶にはやっぱり残りやすいんですよ。ブログって。なぜか、やっぱ長期記憶には残りやすい。っていうメリットはやっぱあるんですね。ブログ。僕とかも、やっぱり昔とか、本当ビジネスで全然稼げてなかった時とかは。あの、与沢翼さんって知ってるよって言っます。 与沢翼さんのブログめっちゃ見てたんですよ。1819ぐらいの時高校生の時からすごいなんかあの僕はなんか憧れてた時期もありますけど当時はですね当時はなんか与沢さんがすごい稼いでてすごいみたいなその人のブログめっちゃ見てた時期ありましたけどあのその人のブログの記事とかいまだに覚えたりするんですよもう3年ぐらい彼のブログ全然見てないですけど覚えてるんですよ意外と。だったりとか。 だけど YouTube も僕見てたんですよ、沢さんでも YouTube で彼が何喋ったかあんま覚えてないんですよ、ぶっちゃけ。でもブログがすごい印象に残ったりするんですね。で逆に YouTube っていうのはあの長期記憶には残りにくいんですよ。長期記憶っていうよりはまあ短期記憶ですねそう。短期記憶には強いのは YouTube。で、えー、短期ですね。短期記憶って書いておきますね。で、えーで 短期,での短,期の短期の教育力が圧倒的に最強ですね、YouTube は。まあ、これがいわゆる最強。まあ、プロダクトローンチってね、まあ、僕らはあんまりあのやり方好きじゃないんでやらないですけど、プロダクトローンチでも、あのー、やり方、動画をですね、あのー 1>, 1話2話3話4話を順番に見てもらって高速で教育してもう本当に10日間とか2週間でがっつり教育してめっちゃホットな状態にして商品を販売するっていう方法があるんですけどうちはなんかあんまりねプロダクトロンチのやり方自体はあまり好きじゃないんでやらないんですけどあれも結局動画マーケティングの一種で短期間で動画を見てもらって一気に教育していくというやり方なんですね一気に欲し,くな欲,しい欲しいっていうふうに状態に持っていく。で YouTube とかも例えば僕らだったらプロダクトローチはやってないですけど YouTube はやってるんですね。でプロダクトローチってどっちかっていうと広告で一気に5000リストとか集めて一気にそこに対してドカってやるんですよ。で一気にドカってやるからもう本当に売り方もなんかちょっと手荒いしで逆に言うとなんかそのサポートとかも追いつかないからすごいなんかクレームになったりするんですねプロダクトローチ。で僕はあんまり好,好きじゃないんでやったことはないんですけどでうちの場合は逆に毎月安定してあの売れるような仕組みを作ってる。で皆さんも多分そっちの方がいいんじゃないかなと思うんですけど。 プロダクトローンチって例えばそれで1億売り上げましたって言っても借金6000万とかですからね実際4000万借金しなかったとか全然あったりするんであんまりね僕はプロダクトローンチに魅力を一切感じないんですけどもまああれも一種の動画マーケティング一種ですでなんで一応売れるのかっていうと短期間の教育力がめっちゃ強いのが YouTube ですねやっぱボディーランゲージとか声のイントネーションだったりとか、まあ、その人の身振り手振りとかでですねずれてしまったそういう人身振り手振りとかで えー、あすいませんあ、大輔さんちょっとお願いしますその人身振り手振りとかで、えーまあ、その人自身の魅力が伝わるというところでやっぱり動画ですねとにかくありがとうございますいきますありがとうございますいきますで本質はやっぱりブログを見せようが YouTube を見せようが自分に触れる時間っていうのを長くしてもらうっていうのが重要なんですね 長くしてもらう例えば皆さん好きな人ができた経験とかって中学校とか高校の時とか大学とか社会人になった時とかにあるよって人好きになったことある人のことはい、まあ、みんな恥ずかしがってね手を挙げない人多いと思うんですけども、まあ、あると思うんですよねそういった時って多分その人のことをずっと四六時中考えちゃうみたいな思いとか、まあ、昔とかだったらあるんじゃないかなと思うんですけどあの感覚ですよねそれぐらいお客さんのマインドシェアをやっぱり取っていく必要があるんですよ 自分のファインになってもらってそういうことなんで。ってなった時に、ね、自分の YouTube を自分が寝てる間ってともずっと見てくれてるとそれでお客さんの方が勝手にやっぱファインになってくれたりするってことあるわけですよね。自分がわざわざお客さんのとこに足を運ばなくても。だから、まあ、結局ここです本日は自分に触れる時間の長くする。だから営業の前にも動画を例えばこの3本必ず見ておいてくださいねとかうちとかでも Zoom セミナーの前に必ず事前資料ってあったと思うんですね。ブブロロググ、まあ、僕ののいいたちから書いた書ストーリーリと あと実績者の動画4本ですねこれを当日までに必ず見てもらうでセミナーに来てもらうっていう,うち流れにしてますけれどもそれもそういうことですねで情報量をやっぱり多く与えられるのが YouTube です例えば1分間でブログ読んだそこで吸収できる情報量と1分間僕がバーってしゃべったそれを聞いた情報量って多分しゃべる情報量の方が多いんですよいっぱい短時間で脳に情報が入ってくるということですねだから YouTube の方が教育できるということです はい、YouTube やりましょうってことですね。YouTube に関してはですね、その YouTube のプロフェッショナルの上村の方からですね、明日またストーリーテリングを踏まえてお話をさせていただきたいなというふうに思いますが、次、LINE アットでね、えー、あの、LINE、リストは取れが制約しない LINE アットの教育の改善点、お役立ち情報ばっかり送ってないかって話ですね。商品は売らないとお客さんは理解してくれない。まあこれね、書いてありますけど、どういうことかっていうと、 基本的に商品っていうのはまず販売してみないと何も始まらないってことなんですね。で一番最初って LINE アップリスト集まってるとで50リスト100リストぐらいいるだけど売ってないって人って結構いたりするんですよね。でなんで売ってないのかっていうと多分無意識だと思うんですけどその人も多分断られるのが怖いんですよ。断られるのが怖いとか「Zoom セミナーやったことないからやるの不安だな」とか「営業所やったことないからなんか不安」とか。 やっぱそれで一歩踏み出せなかった人が結構多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕はそれでなんかね8ヶ月ぐらいあの全然セールスとかできなかった経験があるんでもう僕はすごい分かるんですけどでもねやっぱ売らないと始まらないんですよ。で例えば商品とか営業とかもそうなんですけど商品ってお客さんに提案してセールスすることで初めてお客さんはそれがきっかけで一歩踏み出せるんですね。お客さんにもしししあななたたがその商品を販売売ててセールして売ららかったら お客さんが一歩踏み出すそのチャンスすら与えられないってことになってしまうので、まあ、お互いにとって、ね、で本当にお客さんを求めてなかったらお客さんは全然断ってくれるんでそれだったら別にいいと思うんですねでもとりあえず提案してみるで自分が2つ目ね商品を持ってるってことを事前に分かってもらうこれはねすごい大事ですよ2つ目、ね、営業してみてお客さんに なんか値段伝えた瞬間びっくりされたって経験ある？人っていらっしゃいます。ちなみに。値段伝えた瞬間びっくりされたみたいな。これね、意外とね。僕も営業しててわかるんですけど、あのびっくりしてないように見えて、結構あの引いてたりするってことあるんですよね。うんでこれ何でかっていうと、事前にその人がまず商品持ってるよ。っていうのを。 が伝わってない状態でいきなり無料相談来ましたで1回目の電話とか2回目の電話で,で最後に50万円の商品ありますって言われるとなんか急に商品売られてあって思,わ思うんですねお客さん。でそれだとあのまず商品売られる前提でお客さん覚悟ができてない状態で来るので売りにくくなるんですよもしくはだいぶ取りこぼしてる。だけど事前に例えば LINE アートの配信とかで,で「私こういうスクールやってますこういう商品持ってますと」と「私はあくまで別にボランティアで LINE アートの配信をやってるわけではないんですよと」 でこういうコンサルタントやってます。で企業さんからこれぐらいお金頂いただいてうちだって半年間で360万とかっていうお金を頂い,いてます。言ってるんですよね。まあ、言える範囲でですけどあえて言っててそれを言うことであこの人はちゃんとした商品持ってる人なんだっていうのを事前に伝えてるんですよ。でうちだったらそのスクールの名前とかバックエンド商品の名前をラインアットでどんどん出してってるんですね。SNS 集客アカデミーって名前をどんどん出してるんですあえて出してるんですよ。あじゃあこの人そういうのやってる人なんだなってなるんですね。 そういうのは事前にやっぱ伝えておく。で、3つ目、セールスの機会をできるだけたくさん作るということですね。セールスの機会をできるだけたくさん作ると。で、まあ、セールスの機会はですね、まあ営業する機会なんですけど、まあ簡単に言います、アポ取りですね。アポ取り。で、あの、例えば、これ、証券マンとか、保険の営業とかでもそうなんですけど、まあ私の知り合いでもね、あの営業マンで、新卒で東証一部のね、証券会社入って、 それで、ねあのー、同級の中でナンバーワンの営業成績トップでぶっちぎりで、ねまあ、3億ぐらいの、ねえー、営業利益をはん売り出,し、あのー、出している友人とか知人いますけど彼とかもやっぱ言ってたんですけどやっぱこの営業がうまい人ってこのアポ取りの数が尋常じゃないくらい多いんですよ。もう何かあったらすぐアポ取るみたいな。そうで、あのー、セールスの機会を多くする例えば LINE やと100人お友達がいるだけど無料相談の募集を月に1回しかやらない人より。 月初と月末に必ず2回募集をするで真ん中で YouTube ライブをやるってでそこからも無料相談に誘導するとかっていう,こう無料相談にどれだけ誘導できる網目を貼れるかっていうのが重要なんですよねで本当にあなたの商品興味あるってお客さんだとしても無料相談タイミングが合わなくてあそもそもあったことすら知らなかったですって人結構いるはずなんですよね結構いるはずなんでこのセールスの機会をできるだけたくさん作った方がいいですうん で今リストがあるって人はもうここだけ改善するだけで売り上げ上がるですよ。これ改善するだけで売り上げ上がるで。あと4つ目はね、ノウハウはあくまで商品の一部と説明ってことなんですけど、まあ、これ営業の時にね、これセミナーでもそうです、あのノウハウ喋りすぎると、まあ、当たり前なんですけど商品って売れないんですよ。よく価値提供って言うじゃないですか、相手に対してね。でも、ノウハウいっぱい喋りすぎちゃうと、お客さんお腹いっぱいになっちゃうんですよ。で逆になんか難しそうだなって思っちゃったりとかね。 中途半端なまま自分は完璧だと思っちゃってそれでじゃあ自分でやってみますでもやっぱできないってなっちゃうんですよだからノウハウとかはほとんど喋、まあ、ゃんなくてもいいと思いますねセミナーとか無料個別相談それよりもそれをノウハウを使うことでどうなれるのかなぜそれが必要なのかっていうのをしっかりと提供してあげるセミナーとかで、まあ、うちのズームセミナーは結構ノウハウ出してますけどあの、まあ、結構ねそこが深いんで、まあ、全然あれでも売れてるって感じですけど、まあ、ノウハウはねあん、ま、そこまで出さなくても全然 OK ですよ 私の知り合いのね、あのースさんとかでもそこのスクールって、えー、と月に、あのー、4つスクール回してるんですけど1つのスクールで月3,000万売れるんですねそこは。でそこのスクールがやってることっていうのはあの僕もそのセミナー受けたことあるんですけど Zoom セミナーでノウハウ1個も喋ってないんですよ。なぜ今それが必要なのか。うん まあそれは、ね、オンラインの集客のところなんですけど、まあ、名前どこかとは言わないですけどそうでうまいなと思ったのがやっぱ見せ方なんですよねで実績者のお声をひたすら見せてるみたいなもうエビデンスをしランサップもぶっちゃけそうじゃないですかもう実績者のお声だけで売ってるようなものなんですよだからもうノウハウはあくまで商品の一部でノウハウちょっと喋った時も、ねまあ、これもね一応ノウハウのうちの本当ごく一部ではあるんですけど、まあ、他にもねいっぱい具体的なポイントテクニックがあったりするんですけれどもやっぱ結構売れるセミナー講師だとこうやってね 濁し上手というかね別にこれはあの濁してるってわけではなくて商品のノウハウ全体の一部ですよってことを説明してあげるで自分だけではできないから一緒にやりましょうっていう流れに持っていかないとやっぱ商品って売れないんですよなのでもしセミナーとかね YouTube ライブとか無料相談で営業これからやっていく方はねそこをちょっと意識していただきたいなと思いますはいで次一対一トークで親身になるなとこですね一対一トークで親身になるなとはい これよくあるんですよね。LINE アットで、無料、え、質問来ましたと。質問来たら、えー、まぁ、あ、親身に答えすぎちゃう人っていると思うんですよね。長文で。長文、1通来て長文で返しちゃうみたいな。で、そういったあんまりよくなくて、まあ、2つデメリットがあるんですね。まず、1個目は、この人無料で教えてくれる人なんだって、まず、なめられちゃうでしょ。で、2つ目としては、まそれ長文でバッて返すと、で、今度、その時は長文で質問答えた。だけど、ちょっと、 次の質問に対しては1文だけで答えたら「えなんでこないだあんだけ答えてくれたのに今これだけしか答えてくれないんですか?」みたいなもう無料の時点ですから答える義務ってないんですけどもうくれくれくれになっちゃうとかですねわがままちゃんになっちゃうみたいなそういいことないですなので一体ストークではですねどうすればいいのかっていうとこれはあの福井恵美さんっていうね方が結構特筆、まあ、するやり方なんですけど福井恵美さんっていうね僕がこの一緒に YouTube ライブをやった、まあ、女性起業家の方ですね今月で えーまあ、350万から400万って感じですかね。今はもう彼女の場合も広告かけてますけど、えーまあ、LINE アットでねこうやってお客さんからこうやってね質問が来ましたとホニャララなんですかと質問が来たら1通来たら1通で返すんですね1通できたら1通で返すホニャララですとでそうすると、まあ、まあ大体もう1通ぐらい質問くるんですよお客さんからねこうやって、えー、じゃあこれはこうすればいいんですかって言ったら、えー、そしたら 1通来たらもういつで返す。これが鉄則、いつ来たらいつで返す。でもう1通来たらそこから LINE 続けずに、あじゃあちょっとその場でメッセージのやり取りだとあの伝えきれないので、一旦15分無料相談あの申し込んでくださいみたいな。で、いつ空いてますかってこっちからもう3つですね。3つ候補日をこっちからもうと、えー、と送っちゃう。こっちからアポに行ってを候補日を送る。例えば11月の16時以上。 何何何何時から何時時時かからら月月日日のこの状況日程の中で30分ほどとか15分ほど、まあ、1回目の電話は、ね、基本的に15分で OK なんで15分ほどお時間、うん、ご都合お時間ありますかこっちからアポを送ると、まあ、そうすると2回ぐらいのやり取りで日程が取れるんで,でそれでアポで返信を送ってこない人っていうのはそもそもあの売れないので、うんまあ、基本的にそこからすぐアポにつなぐって感じですね。 で一応ド動のやり取りでまあ十分っていうのはまあそういうことです。ですぐに無料相談とかもしくは3,000円のね有料コンサルとかに申し込んでもらったりとか <laughs> 3,000円のセミナーに申し込んでもらうっていうのがまあいいかなと思いますね。はい、でここにねちょっと書いてあるんですけどフルネーム職種お仕事年少年収電話番号悩み、まあ、解決したい悩みとかいろいろ書いてあるんですけどこれはですねいわゆる営業の前にですね 無料相談に来たお客さんに対してですねそのお客さんがふさわしいのかどうかっていうのはちょっと審査するっていう必要があります基本的にまず1回目の電話っていうのは15分無料相談でしたね。15分無料相談で15分無料相談やりますで次に30分からまあ60分ぐらいの2回目の電話相談2回目のね2回目電話。 で2回目の電話でクロージングできそうだったらもうしちゃうでそれでもちょっとクロージングしきやそうだと思ったら3回の電話に分けるっていう話だったと思うんですけどもね電話ロンチの話ですね電話ロンチで、えー、1回目の電話相談から2回目に入る時にここでもう1回目の電話であこのお客さんは本当に見込みじゃないなと思ったら2回目つながないんですねもう15分間で貸し提供して終わりじゃあその判断基準としてまず1回目の無料相談までに アンケートと説くんですねアンケート例えば、まあ、これ絶対まず1個目フルネームお名前ですねで、えー、業種今やってる職種職種です、まあ、これはどの業種の人も多分取れると思うんですよね職種で3つ目がまあ年収年収まあ僕らはマーケティング授業やってるんで年収とか年収聞けるんですけど例えばダイエット系の人がそれ以外の人だったら例えば 例えば美瑛の投資にとか痩せるためにダイエットに対して今までどれぐらい自己投資してきましたかっていう自己投資の総額を聞くとあこの人だいたい商品結構買いやすい人お客さんなのかどうなのか買ってくれそうなお客さんなのかどうなのかっていうのがだいまあ検討がつくと逆にこっちですごいお金使っちゃっててもう払うお金がないというパターンもありますけど今までの自己投資額っていうのを一応聞くっていうことですねそういう場合はで本当に聞けるんだったらビジネス系の人だった,ったら年収とか年少とか貯蓄まで聞いちゃうっていうのもありだと思います うちの場合は貯蓄まで聞いてますね。で、まあ、電話番号はまあ別に取らなくていいと思いますけど、で、達成したい目標とかでもいいんですね、現地の悩み。この4点は最低でも聞いてほしいなと思いますね。無料相談の前に。お名前、業種、自己投資、総額とか、年収とかね。うん。まあ、これ支払い能力を判断するために、この3つの質問をするって感じです。で、4つ目で、悩み。はい、悩み。この4つを書いてもらう。で、15分話してみて、 でちょっとでも見込みありそうだなと思ったらただねこの15分の電話の中であクレジットカードもなんか持っ,て持ってるとか、まあ、そういった情報がある程度得られて、まあ、ある程度ねもしかしたら購入にしてもらえる可能性が高いなと思ったら2回目の電話にいいいででくととうことですね、うん、その際に1回目の電話から2回目につなぐつながないの判断基準に大きくなるんでこのアンケートはですね1回目の電話の前にしっかりと取っておきましょうということですね。 でえーまあ、さらに言うとです、ね、まあ、この1回目の、ね、電話相談の前にも、まあ、本当は、ね、これ動画、ね、YouTube の動画があるんだったら、まあ、ブログでもいいんですけど動画を、ねまあ、3本ぐらい見てもらってでしかも必ずアウトプットしてもらった方がいいですね。アウトプット。この動画見たら当日まで必ずアウトプットしてくださいと。 でアウトプットしてもらうことによってじゃあち,ゃんとちゃんと見ないとアウトプットしないんでちゃんと見てるかどうかっていうのも分かりますしねお客さんがちゃんと見てから相談を受けてくださいでそれを受けた後にじゃあ次これ電話中に2回目のアポつなぎますと電話中に2回目のアポつなぎますが2回目の電話が例えばね1回目の電話が11月の16日だったりしますねで2回目の電話が11月の19日だったらまあ3日あるとでその間までにまたさらに別の動画3本ぐらい見といてもらうんですよでまたアウトプットしてくださいね あじゃあアウトプットしないとだめなんだじゃあちゃんと見てくれるよねそうって感じですねだここでもう6回123で45678回の接触ができるわけですね動画3本と2回の電話合計8回の接触ができるんでもう単純接触頻度の壁っていうのはクリアできるこういう形で信頼関係をまあ構築していくと、まあ、制約率っていうのはどんどん、ね、限りなく高めていくことがまあできるということですね これが一、ね、対一トークで親身になるなというところと電話営業の事前アンケートをしっかりと取って審査できてるというところですね。はい、次、えー、お客様の悩みに寄り添えているのかと、まあ、いうところなんですけども、まあ、お客様が求めているニーズにマッチしているのかお客様の悩みに直接訴えかける配信に気をつける。で、これ当然そうで例えば僕の LINE アットで何、あのー、て言うのかなアメブロで1か月で読者500人増やす方法ってあるんですよ。 あるんですすすけどこれ興味あありままかってやってたら多分ほあんん反応ないと思うんですよね僕の場合はもうインスタグラムとかインスタ集客とか LINE 集客に興味のある読者さんがほとんどなんですよ今うち8,000人ぐらい読者さんいますけどそこでアメブロで読者増やす方法って配信したところで実はお客さんの直接の悩みに訴えかけられているかって言ったらちょっと微妙なんですよね。そ<う>でちゃんとお客さんにマッチしたことはあるんですよお客さんに響くことね。 だから今日こういうテーマで YouTube ライブやります、こういうテーマでブログ書きました、こういうテーマで動画撮りましたっていったときに、そのタイトル、文言で本当にクリック率変わります。うちとかだったら、例えば、あのコストをかけずに自宅にいながら、それこそホームページ、LP なしでも、えそしてネッ,トショえネットショップのスキルなしであったとしても、そしてデザイン、コピーライティングスキルなかったとしても、自宅にいながら集客できる。 コストをかけずに自宅にいながら集客できるというの1個のキャッチコピーなわけですね。で、ホームページなし、LP なし、そして写真なし、インスタ映えなしでも集客できる。このキャッチコピーってどこから生まれたのかっていうと、僕らもここですよ。アマゾンの書評レビューでずっとリサーチしてたんですよ。ここから引っ張ってきてるんで、皆さんもアマゾンの書評レビュー、まあ、ちょっと具体的に見たことないよって方もいるんで、アマゾンの書評レビューっていうのがあるんですけど、ここでお客さんの悩みとかを調べるんですよ。例えば。 ちょっと待ってくださいね少々お待ちください アマゾンの例えば書評レビューのところで、あのー、例えば、まあえー、集客とか、まあ、集客とかですね、まあ、こういう形でやっていくといろいろ出てくるための えー「ブログ集客の基本」とかねこういう本があるとここの書評レビューとかを見ると下の方にですねあるんですねこういう「そうあ魅力発見ワークが面白かったよ」とか「うんえー、SNS 利用の案内書として基本知るためには役に立ちました」とかねこうお客さんのお声とかがありますそうが徹底しお客さんの集めるプロが教える徹底集客術」とかね じゃあこの本を書いているこの本を買ったお客さんのレビューはどんな感じなのかなここに書いてあるわけど、す難しい手法ではなく少し何かを変えれば集が上がるという内容集計に悩んだり一億する価値はあると思いますとかこういうところにお客さんの本音っていうのが書かれているんですね例えば USP という考え方あなたの独自の強みまたは売り とは、USP が大切と皆さん口を言う割に、大昔のそれも米国のものしか自由消化しない実際に作るのそれほとんどないと思う。うん、USP の本当の,その具体的な作り方、知られざる作り方、これについて今日 YouTube ライブやりますね。こういった、えー、ところですよね。こういった書評レビュー、あとはやっぱり Yahoo の知恵袋ですね、教えてグーとか、そういったところにお客さんの悩みとか本音っていうのが隠れてるので、 えー、そうこういうところに、ね、お客さんがどこに反応しているのかっていうのをアマゾンの書評レビューとかですねヤフ、えー、Yahoo、の知恵袋そして教えていくこの3つを使ってしっかりとねリサーチを強化していくというところをで、ね、意識していっていただきたいなというふうに思いますで、えー、次なぜ今必要なのかこの理由っていうのはちゃんと教育できてるっていう話ですねなぜ今必要なのかでこれできてないと「いや今じゃなくていいです」と言って断れてしまう。 事前に脳を潰しておくですね事前脳を潰しておくあとは2つ目他社との比較なんですよあみつえ他他社社ととの比との比比較較っていうのが明確だったら結構これだけで商品売れたりするんですよね他社との比較差別化だったりするんですけど、まあ、うちとかだったら、まあ、切り売りしてないよっていうのは1個の差別化だったりするんですね他社との比較他のところは結構切り売りは LINE だけインスタだけとか Facebook だけとかありますけどうちは全部教えてると。 というところで他市との比較差別化ですこれはお客さんが契約を決める裏側という話で他と比較して本当にここで決めちゃっていいんだろうかという不安これをやっぱり取っ払ってあげるということにつながりますねで次危機感の増幅危機感の増幅ですね人はその最悪な未来を避けたいという思いの方が強いということですね最悪な未来を避けたいという思いの方がつらい危機感を煽るそして商品を展示した後の未来を見せてあげるからで結局 営業する時も話す,順話すことってこれぐらいなんですよ。うちの商品はなぜ今必要なのかこうだから今必要なんですよ。うちの会社の商品よすと比べて何が違うんですかここが違うんですよ。次。今それやらないとどうなっちゃうと思いますかこうでこうでこうなっちゃいますよね。これねお客さんに直接話してもらった方がいいんですよ。もしこうだとしたら10年後どうなってしまいますかいやこうなってしまうと思います。ですよね。そう思われてやばくないですか じゃあそれを解決する方法っていうのが、まあ、我々これから提案させていただく内容なんですけどもじゃあその商品を手にした後ねこうでこうでこうなれるんですよね実際にこうでこうでこうなってる人がいるしこうでこうでこうなれるんですよ未来を見せてあげる、まあ、基本的にこんな流れですよねでもしご興味があれば、えー、まあこれはね、えー、例えば今週1週間限りの限定価格なんですけどこの価格でいいですよでさらに今申し込んでいただけたらこの典についてきますよでリスクリバースついてきますよ どうされますかでちなみにコース2つあるんですけど、まるまるさんだったら、ぶっちゃけやるとしたらどっちがいいですかみたいな、もしやるとしたらどっちがいいですかで選んでもらってっていうまあ流れになるんで、基本的に営業もこうなんですけど、これをラインアットでもしっかりと教育をしていくということですね。で、そもそもね、まあ、売っているのかって話があるんですね。売売っってているるのか、ね、商品そもそもも で商品って売らないと人用的に人って買わないですよ。人って買わない。で、提案をしてあげないとまずはいけないってことなんですけども、Zoom セミナーとかね、無料相談とか募集してるこれちゃんとセールする機会をちゃんと作ってるのかって話ですね。で、あと YouTube ライブ、まあ、これもちゃんとやってるのか。もうこれあたりもね、ちょっと見直していっていただきたいなというふうにね、思います。はい。 で今回はですね、ちょっと LINE アットのですね、まあ、時間があるので、えー、と配信のところですね、LINE <laughs> アットの配信をちょっと一緒にね、皆さんと作っていきたいなというふうに思うんですけれども、えっ、ー、と、あ、大介さん、<laughs> 前この、えーと、この前の休憩って15時過ぎでしたっけちょ,ちょうど1時間ぐらい経ちましたね。OK です。じゃあ 一応今15分ぐらいなんで一旦ちょっと休憩を挟みましてですねで最後に一緒にこの LINE アットの配信分のねところっていうのをちょっと強化してね一緒に作っていきたいなというふうに思いますんで、えー、ちょっと10分間ね休憩のお時間とさせていただきます、はい、では、えー、と25分までですね25分まで休憩のお時間とさせていただきます